ブランチリッキー、ブランチリッキー、ウェズリー、ブランチリッキー、1881年12月20日から1965年12月9日は、アメリカ合衆国オハイオ州出身の元プロ、野球選手、保守、監督、プロ野球球団経営者。マイナー組織の改革や初のアフリカ系アメリカ人、選手ジャッキー・ロビンソンと契約を結んだと、 革新的なメジャーリーグ球団幹部であったことでよく知られている。ファーム制度や科学的なトレーニングの導入でも有名である。ザ・マハトマ、マハトマガンディになぞらえたもののニックネームで呼ばれた。大卒後、弁護士業を数年行っていた。1903年にシカゴ・ホワイトソックスと契約するが、ホワイトソックスではメジャーでの出場はなく、1905年6月に、 セントルイス・ブラウンズ、現、ボルチモア・オリオールズにトレードされ、ブラウンズでメジャーデビューを果たす、デビュー戦では3打数ノーヒット。選手としてはそれほどかんばしい成績を残していない。1914年に、ブラウンズで2試合に出場したのが、メジャーでの選手歴の最後で、その後は、ブラウンズの監督として活動することとなる。引退後は監督として、ブラウンズに残留したが、 1914年は選手兼任監督、1915年オフに解雇された。1919年にセントルイスカージナルスの監督に就任すると1921年に若き二類種、ロジャース・ホーンスビーラを擁してチームを4年ぶりの勝率5割以上に導き、1923年まで勝率5割を維持した。その後、 1924年には再び勝率4割台に戻ってしまい、1925年にはホーンスビーがプレイングマネージャーとなり、監督業からも離れることになる。翌1926年にカージナルスは初のワールドシリーズ出場を果たし、シリーズを制覇した。それから後、リッキーが監督として球界に戻ってくることはなかった。 ジャッキー・ロビンソンの人生を描いた映画四十二世界を変えた男ではハリソン・フォードがリッキー役を演じている。現役引退後の彼はミシガン大学のコーチとして数年過ごした。この時後の大打者、ジョージ・シスラーと運命の出会いを果たす。1913年ブラウンズにフロントの一員として復帰した時にジョージ・シスラーの契約に関わった当時のシスラーは 先発投手。その後、カージナルスに転身し、ゼネラルマネージャー、GM 専任となると、マイナー組織の拡充に努めた。マイナーチームをファームとして、選手の育成機関としてしまうことに、当時のコミッション、ケネソー・マウンテン・ランディスは、マイナーチームを破壊してしまうものとして嫌った。しかしカージナルスは、イーノス・スローター、スタン・ミュージアル、マーティ・マリオン、 ビリー・サウスワース等を排出し、競合チームとなると、他の球団も追従し、現在のファームシステムの元となった。1942年、ブルックリン・ドジャースの総支配人で友人のラリー、マクフェイルが徴兵されるとリッキーはドジャースに社長と GM を兼ねた公認として招かれる。1944年に人種差別の撤廃に消極的だった。 ランディスコミッショナーが急世すると、よくにユナイテッドステートリーグという黒人選手を受け入れるマイナーリーグ組織を創設。1945年8月28日に、ジャッキー・ロビンソンとマイナー契約を結んだのをはじめ、ドジャース支配下のマイナーリーグのチームに多くの黒人選手やニグロリーグ経験者を集めた。このことがメジャーリーグにおける新時代の幕開けになった。リッキーが、 黒人選手を受け入れることに積極的であった理由としては、ブルックリンにおける黒人の人口の多さや将来的な黒人家庭の中産化を見越した上でのマーケティング戦略とより効率的な選手の供給源の開拓のためであった。また、個人としても大学野球の監督時代に指導していた黒人選手が宿泊を断られ自分の召使いであると言ってようやく同じ部屋で泊まる。 ことが出たという人種差別行為を体験しており、この肌が白ければ、みんなと同じように止めてもらえるのにと涙を流して、悲しむ選手の姿が忘れられずにいたと語っている。リッキーは裁判年、フルスカージナルスに、アドバイザーとして招かれるが、頑固で偏強な老人に変貌していた。加えて、全権を握ることに固執し、オーナーのオーガストブッシュに、 監督のジョニー・キーンと GM のウィング・ディバインを解任するように仕向けた。ブッシュはディバイン・ GM とキーン監督双方を解任すると影響が大きいとディバイン一人を解職した。の解任当時のカージナルスはフィラデルフィア・フィリーズに大きく水をあけられていたが秋に盛り返し、その後にナショナルリーグを制し、ワールドシリーズではニューヨーク・ヤンキースと戦いを制し、ワールドチャンピオンとなった。 キーン監督はその年のオフに続投要請を断り対戦相手のヤンキース監督に就任。またディバイン GM が入手したプレイヤーの多くがその後ののリーグ優勝に貢献し、ディバイン自身はニューヨークメッツに転身してのミラクルメッツの礎を築いた。後に物ュオーナーはリッキーの助言を聞くべきでなかったとコメントしている。なお、リッキーは1965年11月に ミズーリ州のスポーツ栄誉の殿堂に選出されたが、そのスピーチの途中で倒れ、翌月没した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。